八幡山古墳は、群馬県前橋市朝倉町にある古墳。形状は、前方後方墳。朝倉、広瀬古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。広瀬川尾岸の下支線にほぼ並行して、前方部を東南に向けて位置する。前方部、約200メートルの地には、前橋天神山古墳が位置しており、両墳が、景気的関係をもって、 毛の後に出現した初期古墳であることが推定できる。墳丘森土下に浅間山の噴火に伴うシーカルイス像が見られることから、古墳の築像は4世紀の半ばから後半と推定される。前方後方墳としては東日本最大全国でも有数の規模を有する。付近市は河内市で墳丘斜面全体に敷設されていたと推定されるが、 特に紛糾スソブの根石は直径30センチメートルを超えるような大型石材を石垣状に配列している。周堀は浅い空堀である。断築は確認されていない。主体部は不明であるが、後方部につぶて床が存在するという伝えもあり、縦穴系主体部が存在したことは確かである。昭和24年に国の史跡に指定された。 前橋市教育委員会文化財保護課、群馬の古墳時代はここから始まった朝倉、広瀬古墳群、2013年6月、8から9ページ、大塚初重、小林三郎編、俗日本古墳大辞典東京堂、出版、2002年、384ページ、図説日本の史跡に原始に、P88。ありがとうございます。